続いては地元トレのコーナーです。地元のトレンドを見つけて皆さんにご紹介していきます。さて今月のテーマは春の訪れです。これまでもいろんな春をね、見てきましたよね、今日は旭区にあります和菓子のお店清香堂をご紹介します。美しくて美味しい和菓子が登場します。ご覧ください。今回ご紹介するのは旭区中尾にあります清香堂。相鉄線二俣川駅から運転試験場循環バスに乗って中尾町バス停下車、歩いておよそ7分のところにあります。もう地域で愛される和菓子店って感じしますね。ショーケース見ていきましょう。美味しそうな和菓子がずらりと並んでいるんです。彩りも綺麗ですね。定番の昔ながらの和菓子並んでいるとあれもこれも食べたいという気持ちになりますね。しかも春って書いてある、ウキウキしてきました。それが和菓子の醍醐味じゃないですか。定番の大福も豆餅ものし餅もとってもリーズナブルなお値段なんです。いいですね、なんか手土産にね、こう詰め合わせで買っていきたいですよね。あら美味しそう、みたらし団子お土産って言いながら自分用に買うのがメインになっていそうですね。あの2月からは店内を換気できる機械を導入しまして換気良好店として認められています。それだけコロナの感染対策をしっかりと行っているということなんです。安心して購入できます ね。では和菓子作りを見ていきましょう。和菓子は毎日一つ一つ丁寧にご主人が作っていらっしゃいます。ご主人の石澤さんです、その日の気候で同じ材料で作っても硬さが変わるので分量を毎回調整していらっしゃるんです。そしてこの手際いかがでしょう。うわ、職人さんもならではさすがの職人技ですよ。絶品です。父の代から来てくれてるお客さんや今新しく来てくれるの小学生とか小さいお子様もいるので皆さんに喜んでいただけるようなお菓子を作るように頑張っています。なんとその日作ったものしか販売しないという清香堂さんの人気定番和菓子はこちら。やはり大福なんですね。草大福と豆大福とっても美味しそう。大福には新潟県産の高級品種のもち米綿帽子を使っています。中には北海道十勝産の小豆を用いて作られた自家製あんこがたっぷり。そしてこちらも定番の和菓子団子、ごま、みたらしあんの3種類が入っています。みたらし団子のタレもこだわりを持って毎日作っていらっしゃいます。さあ清香堂の春を感じる和菓子とは。はい、こちらが桜餅ですね。春を感じるメニューは薄く焼いた生地にこしあんを入れまして、でこの桜の塩漬けの葉っぱで巻いて、あの香りがいい感じですね。毎日1枚ずつ焼いて1つずつ巻いて作っています。いかがですか、山香菜さん。もう彩りも最高ですし、このうわぁ餅っていう感触、食感、伝わってきますよね。見ただけでわかるのがね、繊細な作りだからこそですよ。このね、薄皮がふわふわしていてとても美味しそう。その他ですね、春を感じる和菓子として見た目も鮮やか、道明寺。食べ比べしちゃいたい、このお米の粒がね絶妙に残っているところが職人技。そして新草団子も魅力的です。よもぎの香りがとっても豊かな一品です。結構ボリュームもありそうですね。時節に応じた和菓子を作っています。ちょうど今はお彼岸の時期なのでおはぎがありますよ。美味しいお菓子をたくさん用意してお待ちしてます。待ってます。ということで今回の地元では見た目や香りからも春を感じる清香堂の桜餅でした。毎日一つ一つ心を込めて作っていらっしゃいます。お見事。桜餅大好き、食べたいもう食べたいと言ってね、もう手元にあるじゃないですか山香菜さん。そうなんです、届いておりますではいただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ召し上がれ。いただきます。
その日に作ったものですから、今日作った桜餅。なかなか首を振ってる場合じゃございません。食リポお願いします。あのね、はい、この薄皮の滑らかな感じ、そしてあんの滑らか、うん、そしてそこに塩味たっぷりのこの、 あの桜の葉、うん、アクセントになってて最高です。ご主人ありがとうございます。味のバランス、香りのバランス、うん、見た目のバランスがもう最高ですよ。最高、香りがもう立ってね、映像から皆さんのお人柄も伝わってきましたしね、この優しさがきっとね、あの商品に出ているんでしょう。そしてね、もう一つね、皆さんに見ていただきたいものがあるんですよ、はい、素敵なカレンダーなんです。こちらのカレンダー、まずご覧いただけますでしょうか。実はお店で配っているカレンダーなんですけれども、ドーンと座っているイラストはご主人なんですね。ご主人にそっくり、あの春の暦や季節の和菓子などもいろいろと書かれています。実はこのポスターを作っていらっしゃるの、カレンダーを作っていらっしゃるのは奥様なんですって。奥様非常に上手ですよ ね、 そうなんですね。あの欲しい方はこちらのお店に行くと無料でもらえるということで、うん、その月その月のカレンダーを奥様が作っていらっしゃる。カレンダーもじゃあ楽しみにちょっとお店にお伺いしたいわ。ご主人も奥様も多彩です ね、 ね、本当に職人技のご夫婦です。